列車が通過します。危険ですから、黄色い線の内側にお下がりください。2番線、こっちを今から通過しますね。ああ、これは見たらわかるでしょう、きっと。ここは久保田なんで、今のは長崎線かな。ただいまの時間は18時30数分。ああ、違いますね。特急はさすがに乗ってないですね。停車しない列車は乗ってないですね。これ書いてありますね。山本西唐津方面乗り換え。多分想像するに、これが唐津線なのかな。でもこれ電化線がまだ貼ってありますけど、これは違うのか、これはホームだけか。この先で多分分かれていくんで、まあ、これはあれですね、単に乗り換え。でしょうね。こんな感じです。長崎本線の特急がもちろん通ります。早いですよね。今のは787、JR 九州の中では有名な列車ですね。まあ多分あとカモメが白いかもだと思います。なかなかこの久保田駅のホームの構造、面白いといえば面白い。どうなってるんでしょうね。こう真ん中だけ高いんで、多分ここにあれかな、駅舎があったのかな、ちょっとわかんないですけど、ここだけ高くなって横断禁止って堂々と。
ど唐津線が入ってきましたね。黄色色ではなくて、なんて言うんだろう、従来の JR 九州色っていうんですかね。といってもここで止まるわけではなくて、このまま佐賀に直接乗り入れるんです。佐賀まで行ってらっしゃい。ここから長崎本線ですけど、電化線ですけども、ディーゼル気動車が走っていくということになります。まあ止まる駅は鍋島と佐賀と2つかなですけどね。